えー、高妙な理想とかですねそれから高い概念、えー、もしくは詳しい国際情勢の解析っていうのは、まあ、判断をする上で非常に正しいんですが最もただたあ大切なのは具体的なここととが起こった時の、まあ、行動だと思うんですね、えー、私はですね北朝鮮が少なくとも日本に対して、えー、日本を太平洋の中に沈めてしまうと、まあ、言ってい やはりもっと具体的に北朝鮮に対して平和を呼びかけるということが大切だと思うんですね。えー、そのためにはですねやっぱり今までずっと人生をかけて平和というものに取り組んできた人にですねまずは協力していただくということだと思うんですね。まあ、平和運動家、えー、文化人人、まあ、旧社会党の人など 私が考えると今までずっとですね平和を第一にし戦争を憎んできた人たちそれを口にしてきた人たちですねこの人たちがまずですねこういうことにあたってですねまずは北朝鮮に対してメッセージを出してほしいとまあ現在ではまあもちろんその北朝鮮に知り合いがあるとかパイプがあるとかいう人も多いでしょうからそういう人はですね 北朝鮮に、まあ、自制とそれからできれば日本との同盟ですねこれは北朝鮮が今、えー、ミサイルを持ち核爆弾を持ってるのはどっかを侵略するからというんじゃなくて自分たちの国の独立を保障してくれって言ってるわけですね。ここれはもう具体的なことなとんですよつまり北朝鮮は中国の影響も大きいしそれからアメリカもですね、まあ、現実にイラクという国をですね悪の数軸と呼んで潰してしまったわけですね。 それで北朝鮮も同じように悪の枢軸と呼ばれているわけですそれをまだアメリカは撤回していないんですよねですからやっぱりこの日本が大東亜戦争をやってですね世界中が独立した後にまだこういうことがあるっていうことは非常に不当なことだと私は思うんですねそれから日本人としては戦争の時に命を捨てた私たち日本人の同胞の人たちはですねやはりあのー 民族が独立して大きな国が小さな国を支配するっていうことがないようにするということで命を捧げたわけですから私たちはその先祖の犠牲を考えてですねやっぱり北朝鮮に自制を求めるのと北朝鮮も独立が危ぶいんだけども日本もまあ言ってみれば独立していない周りに中国ロシアアメリカという大国があるけれども 小国は小国なりに存在価値があるっていうかもちろん当然なわけですね。従ってそれをやっぱり一緒にやろうということでやっぱり呼びかける必要があろうかと思います。え拉致問題っていうのが一番問題なんですが拉致問題を大きくしたのもですねやっぱり日本の中のまあ旧社会党とかを中心とした一足なんでやっぱここで一肌脱いでもらいたいと私は思うんですね。まあ、拉致問題も常に あの政府の責任だ政府の責任だということになりますけれども私はやっぱり拉致問題を大きくしたのはまあ旧社会党を中心とした左翼の人たちだと思うんでですねやっぱりそれも食材の意味も含めてですねやっぱりここでやっぱり腰を上げて欲しいといいとうに思いますそれからやっぱりですね私虎ノ門ニュースでお話ししましたようにですねえ北朝鮮をアメリカが攻めるとかえ何とか言っておられる人も多いんですけどね特に 右の人は今度はそれが多いんですけどもやっぱり戦争の犠牲になる人は誰かっつったらですねまあ金正恩とか軍の中枢部が命をかけるのはまあこれは仕方ないとしてですね大半はその,万人いる北朝鮮の人たちなんですねそれも大人だったらまだですね自分の判断っていうのも多少入るわけですが子供なんかはほとんど何の判断もせずにですねただ死んでいくわけですね。 で戦争の犠牲になる人っていうのは本当にいつも庶民であり子供たちなわけですねですからそういう意味でですね軽々しくなんかこれは北朝鮮も言ってますよね核兵器を使って日本を太平洋の中に沈めてしまういやいや日本列島っていうのが沈むんだったら別に構わないんですけど北朝鮮の人もそこはちょっと考えてほしいんですけども日本に核兵器を落とせばですねそこで死ぬ人は日本列島が沈むんじゃないんですよ。 日本列島はいくら北朝鮮が、えー、核爆弾を落としてもですね日本列島はびくともしないんですよそこで死んでいく焼け死んでいくもしくは放射線でただれて死んでいくのは子どもたちなんですよねそれはもう北朝鮮の子どもも日本人の子どももみんな同じなんですよ歴史にも責任もないんですよそれは過去の歴史にいろんなことがあってもですね現在の子どもたちにその責任を問うのは お前死んでくれっていうのはちょっとね僕は行き過ぎだと思うんですよね。だからやっぱりそこはですね我々の人間としての英知を発揮しなければいけないと思うんですね。つまり平和っていうのはですねまあ普段からそう言ってるわけです集団的自衛権があの成立するときには国会の周りに大きなデモができたわけですね。今は平和に対してはもっと厳しい状況にあると思うんですよ。でですすからぜひねまあ えー、北朝鮮と同盟を結べとかそういう北朝鮮が軍事行動を起こさないようにしてくれとかアメリカが軍事行動を起こしちゃいけないっていうデモを東京でやってもいいですよねどこでやってもいいです沖縄でやってもそれでもそういう平和運動の仕方もあるしそれからまあ私はまあ直接北朝鮮にやっぱり呼びかける放送を通じて、えー、例えば短波放送なんかそういう放送を通じてもしくはネットを通じて。 私もこれはもし北朝鮮の方がお聞きになることができる方がいたらですねやっぱり私は北朝鮮と日本と同盟を結んでくれと戦争の犠牲になるのは普通の女の子だと夢のある将来に夢のある女の子だというふうにやっぱり言いたいんですよね。だから、えーまあ、人によってもう僕は北朝鮮に知り合いがいないんで言えないんですけど。 やっぱりそうするべきだと思いますねだから、えー、私はですねこの時にあたって戦後長らく、まあ、日教組なり、えー、日本弁護士連合会、まあ、弁護士連合会も非常に左でですね、えー、北朝鮮を非常にこう今まで持ち上げておりましたしそれから朝日新聞がでっち上げた慰安婦なんかも一緒,一緒になって国連に えー、慰安婦というものをまあこれは間違ったものなんですけどもそれを定着させたりしましたしかしやっぱり弁護士っていうのはですね人の命を守ったり人の権利を守ったりするのが本務ですから、まあ、今見てますと日本弁護士連合会っていうのは政治と金っていう感じですけどそこからやっぱり脱皮してですね弁護士の基本的なやっぱり役目っていうのに忠実になってほしいと思うんですね。まあ、そのためにやっぱり日本弁護士連合会もですねぜひ その総力を挙げてですね北朝鮮に戦争の自制とそれから日本との同盟を呼びかけてもらいたい私はあの朝鮮総連という組織あまり知らないよく知らないんですけどもやっぱりここも北朝鮮と太いパイプを持ってると思うんですよね。まあ、それ以外に日本で働いておられる北朝鮮の方々も多いと思うんですね。でまあ、今までで日本で まあ、あのいろいろなことで不利を受けたという思いはあるでしょうけどもしかしそうだからといってですねやっぱり、えー、日本に長くお住みの人はですね、まあ、日本にも日本流に言えば恩があるわけですねそれからまあ、えー、日本が一時朝鮮を占領していたという問題があるんですけどもこれもですね歴史をきちっと勉強されたらですねまあこう言ったらまた朝鮮の人が気分悪くされるかもしれませんがやっぱり朝鮮という国はですね 国国民を含めたたのはなかったんですよね李氏、まあ、朝鮮の終わりっていうのはですね本当にこう一部の貴族たちの国であって必ずしも今言う国という概念ではなかったわけですね。まあ、日本も伊藤博文をはじめとして朝鮮を占領することに対しては反対してる人が多かったわけですね。そ、まあ、そういうい中ででの歴史的出来事ですでそれは 結果的にもいろんな朝鮮の人に心の傷を作ったりはしましたけどもだけどもえ植民地になって植民地の人口が増えるっていう国はですねほとんど世界的に見ても朝鮮だけと言ってもいいいぐらいなんですね普通はあの植民地になりますと殺されたり非常にひどい生活で人口が減るんですけども大体朝鮮はですね日本が併合する時の人口に対して 日本があの朝鮮から引いた時の人口って約倍になってます、まあ、そういう点ではですねそういう結果として、まあ、日本のと朝鮮統治が統治の良くないことですけどもこれは朝鮮側にもやっぱり原因がありましたし、まあ、日本側にも原因があった、まあ、少なくとも隣の国であり常に中国とかロシアなんかの大国に圧力を受けてる国としてですねやっぱり今度この,この非常時にあたってですね私は 平和運動家を中心として大いにです、ね、活動してほしいというふうに呼びかけたいと思います。